北大学の医学部の先生なんですか。医学、そうです。医学系研究科の杉山先生が自分家にあるものと違うから何が違うか聞きたいっていうことで澤口社長を呼ばれたという、そうですね、来て話を聞かせてくれっていう形になったということですね、はいはい、それでじゃあそれに代わるものを開発したらいいんじゃないかっていう形で、うん、産学官っていう形で、うんうん、まあ、研究始まったんです。その後ぐらいに福崎先生が来られたんです、そうですね、はい、横遠出濃度 1000ppm まで入れ込むっていうのがなかなか大変ですね。炭酸を使ったもので 1000ppm はそう簡単じゃないぞっていうことですか。まあ普通400止まりですよね。なるほど、それはもう技術の差っていうことで。技術の差ですよね。技術と経験だと思います。じゃあ真似をしようと思ってもそう簡単に真似なんかできるわけないだろうってことですね。と思いますそのためにこうより高い濃度に挑戦しているということで、はい、そうです。でもうじゃあ後続の人たちにはもう追いつかれないように常に逃げ続けるわけですねこんにちは、こんばんは、吉岡秀樹です。今日は炭酸系次亜塩素酸水のメーカー株式会社クリスタル技研にお邪魔して職人かたぎの技術者である沢栗博さんにお話を聞いてきました。どんなきっかけで生まれたものなのか、どういう思いで作っているのか、いい次亜塩素酸水ってでどういうところを見ればわかるのか、実際どういった使い方をしているのか、そういったことを聞かせてもらいました。この会社は新潟県新潟市西蒲区にあって、ここはかつて明治時代に廃藩置県される前は峰山藩と呼ばれていた地域です。私はかつての長岡藩で仕事をしていますから、米百俵での逸話のご縁つながりもありますので、多少のエコひいきがあることはご了承ください。少し長めの対談になりましたので、ほぼフルテロップをつけていますから、再生速度を 1.5 倍とか2倍にしても大丈夫だと思います。では次亜塩素酸水を作る人と壊す人の対談ご覧ください。今日は株式会社クリスタル技研の沢栗博社長にお話を伺いたいと思います。カーボクリニックウォーター1000っていう炭酸系次亜塩素酸水、炭酸次亜水を作られてるんですよね。そうですね。次亜塩素酸水を作り始めたきっかけみたいなのを教えてもらいたいんですけど、なぜ作られ始めたんですか。福島県の聚楽っていうホテルがありまして、うちの大型の機械が2台入ってまして、うんうん、そこにちょうど秋田大学の杉山教授が来られたらしくて、うん、家庭に入っている炭酸泉と全然違うからちょっと話を聞かせてくれないかという形で大学に行ったんですよ。秋田大学の医学部の先生なんですか。医学、そうです。医学系研究科の杉山先生先生が自分家にあるものと違うから何が違うか聞きたいっていうことで沢口社長を呼ばれたという、そうですね、来て話を聞かせてくれっていう形になったということですね、はいはい、行っていろいろ話を聞きしましたら、うん、その秋田県の老人施設に炭酸泉を導入して、まあ、より良い眠りを提供したいと、だから、まあ、どうしたら復旧できるかっていうその相談もありまして、うんうん、いろいろ打ち合わせをしたんですよ、うんうん、それがきっかけです、全ての。あ、なるほど。まあ、最初何件か説明に行っている施設の中で食中毒が発生しまして、うん、それが原因で次亜塩素酸水の方に行くようになったんですよ。食中毒がきっかけになって、それの対策として次亜塩素酸水っていうのを使えるかどうかやっていこう、調べていこうっていうことになったんですね。その施設に次亜塩素酸水を噴霧したんですよ、うん、でそのじゃあその噴霧している次亜塩素酸水を使って食中毒の対策をすればいいんじゃないですかっていうことで、いろいろそこで試しをしたんですけども、うん、なかなかうまくいかなかったもんですから、そこでまた大腸菌とかノロとかじゃなくて、うん、原因を調べていったら蛾胞菌だと。あ、食中毒の原因が蛾胞菌だった。蛾胞菌だっていうことが確定しまして、いろいろ次亜塩素酸を使ってやったんですけども、うん、殺菌効果がなかなか得られなくて、そこで秋田で動いたっていう人間なんですけど、うん、それが県の方に持ちかけて、それで、まあ、大学と秋田県当時でやることになったんです、うん、なるほど。その産学官連携をした時に次亜塩素酸の効果や安全性っていうのは検証したっていうことになるんですか。そうですね。そのうまくいかなかったというか、ネックになってたのって何か安定しないとか効果が出にくかったんですかね。pH が安定しなかったんですね。ああ、pH が安定しなかったので効果が、そうらしいです、うん、
その噴霧してたジャイアント山水の pH は、自分たちが測った時は 6.8 ぐらいだったんです。あ、ほぼ中性ですね。ほぼ中性まで近づいたので、中性に近づいたゆえに効果が出なかったのかな。それでじゃあそれに代わるものを開発したらいいんじゃないかっていう形で、山岳館っていう形で、まあ研究始まったんです。炭酸を使って次亜塩酸ナトリウムを pH を酸性に寄せて効果を高めようとされたわけですよね。そうです、その炭酸を使うようにしようと思った理由って何ですか？まあ、安全性です。要するに塩素ガス発生とかそういう危険性がないということで、まあ、最終的に炭酸泉を使うということになったんです。炭酸を使うと安定するんですか？安定しますね。あの断層作用で一定濃度よりも下がらないんです。pH が下がらないから塩素ガスが出る心配がないので、そういう介護施設のようなその体が弱っちゃってる人に対して使ってもあまり心配がないからいいなっていうことなんですね。そうですね。その研究を始めて、まあ、試行錯誤があったと思うんですけど、はい、まあ、試作機の開発からですね。その試作の時はどんなものができたんですか？なかなかその相手が次亜塩素酸で高アルカリなんで、ものを錆びらせるんですよ。その錆びが障害で、いろんな支障が出まして、なかなかうまくいかなくて、だいたい2年ぐらい試作機でかかったんですけども、平成23年に完成させたんですよ。自分たちの思惑通りのものができたんで、ガホイ君の殺菌試験をやろうということで成功したんですね。なるほど。pH が下がりすぎてもダメ、上がりすぎてもダメ、5ぐらいがそのガホイ君に対して最適っていうのが分かりました。でその後ぐらいに久崎先生が来られたんです。そうですね。炭酸を使ったことでそのガホウ菌に効くいい pH と濃度が見つかったってことですか？そうですね。あ、なるほどなるほど。電解水ですと、有効塩素濃度っていうのは 90% なんです。電解水と有効塩素濃度が 90% ぐらいにしかなかなかならない。そうですね。あとはイオンで 10% なんです。で炭酸で圧力をかけますと、まあ、炭酸を使うと95% のイオン 5% で、速攻性が上がるんです。だからそこは炭酸を使ったことの優位性ってことなんですね。そうですね、そこが強いですね。なるほど。最初の炭酸で pH 調整した次亜塩酸水ができました、はい、その初号機の時ってまあ 50ppm でが限界。 pH はその時いくつだったんですか？ pH は 5です。 pH が5で次亜塩酸濃度、有効塩素濃度が 50ppm のが初号機としてできた。できましたね。で今は 1000ppm 以上までできるようになったんですよね。はいはい、上げるっていうのは要するに圧力なんですよ。要するに水圧をいかにかけるか、水圧プラス炭酸の圧力でプラスしてどの程度圧力をかけたら融合する、一体になるかっていうのが、なかなか計算では出てこなくて、試行錯誤でやってきたんですけど、それでも約10年かかりました。神さんのこれと勝負でした。50から1000までって一気にいけるわけじゃないですよね。いや一気には無理です。試行錯誤重ねて、はい、どの辺が大きな壁でした？ここまではいけたけどその1000まで行くのは大変だったっていう、どっか50から100が大変だったら100から300とか400とか。いやもうあの当初から1000っていうの目標でしたから、いかにお客さんが低価格で除菌できるかどうかっていうと、やっぱり濃度を上げて希釈しで価格面を下げるっていうのがこれしかないんですよ。だからその最初からもう 1000ppm の生成っていうのが目標だったんで、結構いろいろやりまして、ようやく去年7月だった。何回やっても同じ数字が出るようになりまして、これを証明してもらった方がいいんじゃないかっていうことで、研究所の方に持ち込んで分析してもらいまして、で証明書をもらって、まあ、これでじゃあ商品化しようっていうことでやりましたね。なるほど。はい、それまでの間に500が出たり、そのココアクアですよ、いわゆるを完成させたりはしてたんですけど、1000までっていうのがなかなか pH6 の間に有効塩素濃度を 1000ppm まで入れ込むっていうのがなかなか大変ですね。
炭酸を使ったもので 1000ppm はそう簡単じゃないぞっていうことですか。まあ普通400止まりですよね。なるほど、それはもう技術の差っていうことで。技術の差ですよね。技術と経験だと思いますよ。じゃあ真似をしようと思ってもそう簡単に真似なんかできるわけないだろうってことですね。と思いますよ。イージー塩素酸水って安定性ですよね、ええ、そうですね、うん、でその pH がまあ5から 6.5 ぐらいで収まっていて、はい、まあ、有効塩素濃度はまあいろいろと幅があるんでしょうけど、とりあえず pH を安定させるのがすごく大事、はい、そうです。そこに炭酸っていうのはすごく有利というか有効なんですね。有効だと思います、うん、例えば炭酸水を混ぜるのと、カーボクリニックウォーターみたいにガスを吹き込んでいくので、はい、その安定性ってだいぶ変わるもんですか。変わります。どこが違うんですか。極端に変わります。何がどう違う感じなんですか。要するに次亜塩素酸水で一番有効っていうのが pH の安定性なんですよ、うんうん、pH がいい加減ですと殺菌力もいい加減になってくる、うんうん、だからこの pH を安定させるっていうのが基本なんです。これを皆さん反対なんですよ。 ppm だけ大きく表示しまして、うん、pH っていうのはあまり出てないんです。ああそうかもしれないですね。 pH 出てるっていうのは稀なんですよ。だから一番大事なのっていうのは pH の安定性だっていうのがお客さんが分かれば、これは素晴らしいことだと思います。逆に ppm よりも pH を重視した方が殺菌に関しては有効です。 pH を安定させるための技術がある。そうです。それが何かその特許技術のコアの部分に。そうですね。市販されてるより飲み物の炭酸水と作られた炭酸水で誰が見ても分かるような違いって何がありますか。キャップ上げるとシュッと抜けるじゃないですか。あシュッと言って、はい、はい、で飲むとギュッと出ますよね。うちの機械でやったやつはギュッともプシュも言いません。これってまさに炭酸泉、あの温泉とかの炭酸が入ってるとまあ似たようなもんですかね。プシュッて言ってないっていうかブクブクしてるわけじゃないですもんね。溶け込んでるっていうか。そうです、もう一体化させます。どんどん抜けるようなそのいわゆる飲み物の炭酸水みたいなんだとガスが抜けていくから pH が安定しないけれど、はい、ちゃんと溶け込んでるからいい感じで安定してくれるっていうのが大きな違いっていうことで、はい、だからキャップを開けてそのまんまの状態で置けば24時間ぐらいでも抜けません。それぐらいの違いはあります。ああなるほど。どんな人にどんな感じで使ってもらいたいって考えられてます、はい、スタートとしてはその食中毒の事件があって、はい、で原因としては蛾胞菌が原因だろうってことでスタートされたわけですから、はい、まあ蛾胞菌には効く。そうですね、うんうん、だから蛾胞菌さえ制すれば今現在の例えばウイルス関係であればまあ大丈夫だと自分は判断しますけど、まあ、その匂いとか、うん、自宅介護されている、まあ、誰にも言えない匂いにかなり家族は苦労していると思うんですが、うんうんうん、ぜひそういう方にも使ってもらいたいし、うん、であとはその切り花とか、うん、茶渋とか茶渋、はい、コーヒーの渋とか、うん、ほんほんほん、ああいうものをこうつけ置きしてもらえば綺麗になりますし、うん、雪にもなりますし、うん、今のその花瓶の話って、切り花の話って、花瓶の中に次亜塩素酸水、炭酸の次亜塩素酸水入れて、置いといて、切り花って長持ちするんですか？長持ちします。まあ 30ppm ぐらいで入れててもらえればかなり長持ちします。割とライトな使い方でいい使い方ですよね。そうですね。だから本当にそれをやってもらうためにも、うん、実際現在はまだまだ高いんで、もっともっと使いやすい価格で提供したいなと思って、うんうん、今常に毎日やっています。そのためにこうより高い濃度に挑戦しているということで、はい、そうです。でもうじゃあ後続の人たちにはもう追いつかれないように常に逃げ続ければいいですね。まあ追ってきてくれる人は出てくるのを期待しますね。その容器の大きさにこだわりがあるんですか？そうですね、最初幼稚園の方に、うん、まあ、10リットルのポリタンクで提供したんです。そしたら重くて、うん、そうですね、ダメだと、うんうん、結局は誰も使ってくれなかったんですよ。その希釈がうまくいかないとか。それでその方の助言もありまして、うん、重たくしても1リットルのペットボトルであれば女性でも誰でも手軽に持ち運びもできるし、うん、計量するっていうのをきちっとできるので、うん、それから1リットルにちょっとことあったんです。なるほど。10リットルか20リットルとその重くて現場が大変だから、現場の声を取り入れて1リットルでやっていこう。
要するに重いと計量がうまくいかないらしいですね。使い勝手良くするために目いっぱい1リットルまでにしてるってことですね。はいはい、それと1リットルすることによって変動がないんです。これもやっぱり1リットル使ってみて自分もびっくりしてる。ペットボトルで販売されてると透明だからそれってまずいんじゃないかっていうようなコメントってもらうんですけど、それはどうなんですか？それはもう出す前にペーパーの変動っていうのを自分ではよく観察してまして、変動しないっていうのが分かってましたから、うちのものは透明で十分です、うん、なるほど、うん、pH が大事だからそれが変動しないから問題が起きないと、はい、これもうちは自信持って言ってます。生きていいの？生きていいと思う。もう一回計測したんだっけ？計測してる。あ、そう、うん、うちもあの県の保育院さんの院長さんもちょっとこう興味があるらしくて、うん、1ヶ月間日の当たる玄関にペットボトルを置いて、うん、で測ったそうなんですよ、いろいろ。それで変化しなかったっていうことで、うちのやつはペットボトルで全然問題が起きないぞって。そうですね、というふうな声もあるけど、やっぱり基本は直射日光を避けて保管してくださいって言って。いや、それはそうです。そういうふうに言って最近輸送用の段ボールに保管してくださいっていうのはもう明記してありますから。あ、なるほどなるほど。それで あんまりこう透明透明って言われるんで、今度これに変えようかなと思って。あ、なるほど。やっぱり多少は気にしてるんですアウィ社長自身がその家の中で割とここみたいに噴霧ってよくされてるんですか？いや、もう常にやってますよ。どれぐらいされてるんですか、家の中で？どんな場所に置いてますか？ご飯食べる食堂、トイレでテレビを見る部屋と、車沼と、作業をするとこと、この事務所、朝起きるとつきっぱなし。まあまあ安全ということで、ないと不安ですからね。やっぱりほらガンっていう激震しますから、やっぱ抵抗力が結構落ちてますから、やっぱないと不安ですね。なるほど。あと匂いの関係もあります。この匂いってね、なかなか自分では気づかないんです。第三者のうちの神さんに、あんたちょっと自分の匂いもう少し気を使ったらっていうことで、初めて自分の匂いに気づいたんです。匂いってそうですよね、自分が出てる匂いって自分じゃ気づけないですからね、はい、それからです、その匂いがもう気になって、だから最初は臭いって言ってきていいんですって入ってくるとだけど今はもう今は全然匂いしない。じゃあ匂い対策としてジャイアンツ山水の空間噴霧は、まあ、かなり有効だなっていうことでいいんですかね。もう匂い完璧に取りますね。お、まあ自分にしてはもうなくなるってことは考えられてないですね。ああ、なるほど、はい、今日はありがとうございました。はい、いやー、終わった。